では改めてご紹介しましょう。メインゲストの吉シイゾーさんです。よろしくお願いします。ヨシイクゾーさんはいろんな顔を持ちなんですけど、なんか最近あの新しいコマーシャルソングなんかも。あ、あのー、いろんなコマーシャルソングの依頼があったり、はい、また人が作ったコマーシャルソングを声だけで吉シさん歌っていただけませんかとかあったりですね。<ー>何をやっているのか最近よくわかんない。自分でいやいやそれだけの多彩なわけですよ。忙しいですよ。ねえ。 ところで笑福亭鶴瓶さんに曲を送られたということを聞いたんですけどそんな話来てましたかええ来てましたよもうあの男がねええあの男があの男がね昔からね奥さんもそうですけど僕のファンでジェナーショットが見に来てくれてほんで「今度お前俺が歌うような歌ないのかうんよいしいいやねそれをずっと聞いててほんで映画出て はい、吉永小百合さんと,あとあでどんどんテレビ出るのって何のこれ取材してんだろうって,言って映画だって僕まだ映画見てないんですけども、うん、それであの僕もお姉ちゃん2人、まあ、亡くなったんですけど、うん、姉に世話になったんで,、うん、で鶴瓶と話して、うんね、お姉ちゃんの歌作ろうかって話になって。うんうんうん で、お姉ちゃん、とつお姉ちゃんとお電話で話させていただいて。そうですか。二人で、合意してね、合意してね、あの歌聞きながらね。いいよ、ただは。じゃ、これ、お前、歌ってくれ。ったらいや、これは俺、歌われへんよ。よし、お前が歌え。あ、お前に作ってやったんだって話になってね。うん、だこの間、発表会みたいにやったみたい。ええ。ええ。われわれは、でも、みどりちゃん、聞けないんですよね。その曲が。ああ。 鶴瓶のうちに行きましょうか。